皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットの安です。ワールドラバーマーケットコンテンツパートナーの下川です。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はお招きいただきましてありがとうございます。はい、まあ、いわゆる粒高ですね。はい、異質のラバーで、はい、やっぱり嘆かれてる方が非常に多いと思うんですけど、上級者の選手、うん、いわゆる日本でいう全国大会に出るような選手というのが非常に少ないと。少ないです。はい、でこのラバーっていうのは上級者になりづらかったり、はい、まあ、そういったところを克服するのは非常に難しいラバーなんですけれども、はい、今回はこのラバーの性質をですね、まあ、ある程度説明して、まあ、こういう弱いところがあるから、こういうところを克服していけばあなたも上級者になれるよというようなところをお伝えしていきたいと思います。はい、うん、ラバーのですね、性質を理解すると、まあ、対戦相手の方としても、はい、あ、こういうところを気をつけてやれば、まあ、そんなに苦にしなくていいんだっていうことも分かりますし、はい、まあ、逆に使用者としてはこういう難しいところがあるから、まあ、こういうところを克服していけば、まあ、自分もこう強くなれるんだということが明確に分かると思いますので、はい、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。本日はよろしくお願いします。お願いします。粒高が上級者になればなるほど減ってしまう理由なんですけれども、はい、もう大きく2つです。はい、1つ目は球が遅い。そうですね。はい、こうパチンって打ってもこの球速がどうしても速い球がこう出てくれないっていうことが1点目。はい、で2つ目は、自分から回転の変化をつけることが非常に難しい。はい、まあ、相手からこう球が来た際にドライブを打ったり、まあ、カットしたりとか、まあ、横回転を加えたりとかっていう、はい、まあ、そのボールを受ける分には、まあ、そんな問題ないんですけど、はい、自分からその攻めて相手をこう点取りに行くぞみたいな時の、はい、まあ、全般の技術が難しい。まあ、この2つが挙げられます。はい、1つ目のね、球が遅い、まあ、プレー見てもらったと思うんですけれども、はい、相手がこう上手になる、はい、上級者になればなるほどプレーが上手になりますよね、当然。まあ、基本的にその卓球人としての能力がすごく上がってくるので、はい、まあ、動きというのもすごく、まあ、速くというか滑らかに動けますし、はい、このボールに対しての、まあ、体勢、回転の変化に対しても強いんで、球が遅いと、はい、こちらの上手な人っていうのはすごく余裕があるので、はい、しっかりボールを見て、あ、この回転だなって合わせることもできますし、その余裕があるとこの自分の感覚というのをすごくクリアに再現してくるので、はい、やっぱりミスをしてくれる確率がすごく減るんですよね。はい、あ、そうするとこの粒プレイヤーっていうのは非常に苦しくなってくると、はい、で2つ目なんですけれども、まあ、自分からこう回転の変化をつけることが難しいっていうことで、はい、例えばヤスンさんから下回転サーブが来たとしたら、基本的にこのプッシュで押し返すことになってしまって、基本的にこうトップスピンで返りますと、はい、そうすると裏ソフトだったらツッツキもあるしチキータもあるし、うん、フリックもあるしっていう、この相手の技術に対して、まあ、自分の技術力があればすごく多彩さを持って、まあ、相手に対してこういろんな選択肢をこう、はい、押し付けることができるんですけど、これだとちょっとやっぱり摩擦が少ないので、どうしてもこう相手の球に対して合わせて返すということしかできなくなると、はい、まあ、上級者になってしまうと、まあ、こういう球しか返ってこないんでしょうみたいな形で球を出します、でこっちから返しますっていう、このボールに対してもう先読みされて、まあ、打ち込まれてしまうことが非常に多くなってしまう、
はい、なおかつその1番の基本的に球がそんなに速くないので、まあ、あ難しいなと思ったら相手は丁寧に入れてくればいいし、簡単だなと思ったら打ち込めばいいというような状況がすごく生まれてくるので、はいはい、まあ、こういったそのラバーの特性、球が遅いっていうことと自分からこう回転の変化を生み出すことが非常に難しくて、はい、いろんな回転の球を自分から生み出すことができない、はい、そうすると相手の能力に対して負荷を与える、例えば間に合わないような速いボールを送るだったり、回転がこう例えばこういろんなボールが来て相手が合わせるのが困っちゃうみたいなボールというのを出すのが非常に難しくなってくるので、はい、そうなるとこう上級者層でこう戦い抜くのはまあ非常にこう何ですか、まあ、簡単ではない、はい、くなってくるので、まあ、そういったところまでレベルアップをするのが非常にこのラバーではまあ難しいのかなというところが、この上級者層ではこの粒プレイヤーというのが非常に少ない理由なのかなというふうに感じます、はい、まあ、逆にですね、ここからちょっと希望というかそういう話をしようと思うんですけど、はい、逆に言うとこの粒高ラバーっていうのは相手の回転の影響をそこまで食らわないので、はい、例えばレシーブでいろんなサーブを相手が出してきても、はい、なんとなくやっぱ返すことができますし、回転がまあ、いろんな変化を出せないとは言っても、こっちもその技術力がそんなに身についてない状態だと、はい、こっちが勝手にテンパってミスってくれるというようなことが起きてくると。なのでこちらの選手の方が技術力が少ない場合というのは、ドライブしようとかツッツキしようとかってした時もまだこちらの技術の方が固まってなくて、ラバーで返球するパワーの方が、まあ、強い、そういった状況が初中級者ではすごく起きるので、はい、その初中級者界隈ではこの粒高ラバーというのは非常に勝ちやすい道具になっていると、はい、なので、まあ、日本の中学校部活始めでは、まあ、こういった粒高プレーヤー、異質のラバーを使っている選手というのは非常に活躍する傾向にあるということになります。なのでですね、まあ、こういった性質を理解した上で、使うと、まあ、初中級者はしっかりこう返すだけでも価値というのがすごく見えてきますし、はい、上級者になりたい、なるにつれてとか、いやー1枚目これ使っちゃいました、これで続けちゃいましたみたいな人は、やっぱり球が遅いっていうことをどうクリアしていくか、はい、自分から変化をつけれないっていうことをどういうふうに克服していくか、はい、この2点というのを自分なりの工夫で克服していけば、決して上級者になることであったり上級者にまあ、勝っていくことっていうのは全然不可能ではないので、はい、こういったこのラバーの性質を理解した上でプレーだったり練習をしていくとどんどんレベルアップできますので、はい、ぜひこういったコンテンツもですね楽しみにしていただけたらなと思います、はい、今回は安さんありがとうございました。ありがとうございました。